ニューメジャーメントトレーンニューメジャーメントトレーンはイギリスのネットワークレールが運用する検測用車両である HSTO43 型機関車及びマーク三客車からの改造により2003年に登場したイギリス全土の本線の状態を2週間で検測できる軌道の状態を測定し要補修箇所の特定を支援するこの検測車はレール、車輪及び 河川の接触を計測する。レーザーなどの計測機器により、軌道各部の寸法、河川の高さ、ふらつき、期間、ねじれ、カントなどを測定する。ウェストコースト本線では、車体系車式車両の走行に支障がないよう、クリアランスの確保に特別な注意が払われる。編成戦闘並びに、交尾の動力車、パンタグラフ。 車輪とレールの接触面の動画記録が可能である。原則者としての運用は2003年に開始された。車体全体の黄色塗装から空飛ぶバナナとも呼ばれる。2005年には鉄道フォーラムから技術革新賞を、またモダンレールウェイズ氏から革新賞を贈られた。編成は順に動力者、食堂車開発システム車軌道記録システム車 会議室のある会議用お客車、食堂車、動力車である。動力車には43,013万 3, 13、43,014万 3, 14、43,062の3両があり、43,013万 3, 13は干渉器を装備している。開発システム車にはパンドロールクリップの欠出を検出するレール近くの振動プラットフォームがある。河川測定用のパンタグラフも装備しており、 隣接する白色灯からカメラの軸に合わせた照明を行い、河川口とふらつきを監視する。軌道記録システム車には切り替えスクリーンがあり、軌道の欠陥、列車の位置、無線信号強度を含むシステム出力をオペレーター12人のチームで観測できるようになっている。ありがとうございます。